ウォーウォー家族にウォーウォー歌うよこの命尽きるまで。どうも小柳慎二でございます。福岡でお洋服作ったり歌を歌ったりしてます。今日は溝上仁さん、岩崎式の、すごく、お世話になってる方なんですけど、いろいろ作ったりするときはね、お願いしてるんですね。詳しくは言いませんけど、見たらわかります。僕が仕事で信頼している人の条件でなんかこう一つだけ挙げてっていうなら、仕事が丁寧な人なんですね。そしてなんかこう仕事が丁寧な人ってなぜだか共通してその口数が少ない人が多い気がして、僕はよう喋る人なんで、自分的にはこれはもう信頼されんなと思うんですけど、その分その熱量を上げていこうみたいな、そういうある意味安易な方向に僕はなるんですけど、単純にそのイメージとか雰囲気を全部伝えて、あとはもうエンジニアとかデザイナーにその任せてしまうのが、昔からの僕のやり方なんで、とにかくだから人が大事なんですね。だからどうやったらこう関わる人が気持ちよく仕事ができるんだろうっていつも考えてはいるんですけど、多分なんかこう自己分析すると、面倒なやつだなって思われてるだろうと、それもちょっと分かってまして、あとその器用さと不器用さをその分かりやすくどっちも持ってる人ってすごい魅力的だかなって憧れてて、そういう人ってなんかこうちゃんと支えてくれる人がいつもいるんですね、なぜか。でそういうなんかいろんなその羨ましいが僕の心の中には集まってて、で僕はもう何くそって思うわけなんですけど、いつもその心の深いところでは安らかではなくて、どっちかっていうと、なんだかその怒ってたり苛立ってて、それが僕の中で繰り返されて、でやっぱりこう自分はな、私は小さいなって思うとまた落ち込むわけですよ。でそれを何度も繰り返すわけで、でもなんか憧れがね、福岡のそこら中にいてみんな優しくて一緒に考えてくれるんですよね。だからせめてその置いてかれないように頑張ろうって思うんですね。はい、で今日の BGM は親不孝の親方の森博文くんの家族という歌です。たまに聴きたくなります。